どうも、スミファクトリーです。今日はなんかセットが変わりましたね。これは実は壁が緑だったんで、壁紙代わりに布をただ引いただけです。なのでそんなにセットは変わってませんが、そんなことはどうでもいい。今日はこちらをご紹介したいと思います。ツインウェハースっていうものなんですが、こちらセーラームーン、私の大好きなセーラームーンのカードが入ってまして、こちら全部で15種類入りなので、こちらのカードを開封できたらなと思っています。ここにラインナップが全部書いてあります。ウサギとルナの出会い、セーラームーン、4人の素顔、鏡の向こう側、麗しき戦士たち、ファイト、あやかしの4姉妹などなど、いろいろ書いてあります。なので早速開けていきたいと思います。ウェハースはスティックのウェハースココア味が2本入ってるそうです。では2パックしか買ってないんですが、開封していきたいと思います。ちなみにミニストップで162円で買ってきました。はい、中身はこんな感じですね。あ、もうカードのあれが見えてる。はい、ウェハースが2本とカードで、これはさよならちびうさということでホロカードになってますね。はい、このまんま開けずに保管します。次、2パック目。はい、2パック目もこのようになっています。はい、ウェハース、これ全部ホロカードではない。あ、セーラーマーズ&セーラーマーキュリー、はい、こちらが出ました。セーラーマーキュリー好きですね。マーズも好きですが、アミちゃんとレイちゃんです。はい、うん、コスプレするならアミちゃんの色がいいですね。はい、青が好きです。はい、というわけで今日はこちらのセーラームーンのカードを2パック開封してきました。はい、濃いカードになっています。皆さんも見つけたらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、スミファクトリーでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、味はどんな感じかちょっと試しに食べてみたいと思います。美味しいけど口の中の水分取られるので、水分を一緒に取って食べてください。